テレビくんのラジオ。無職ドロータでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっ、マシャイ。本日は無職12日目、希望のない毎日というテーマで話していきたいと思います。半年間働いた派遣を6月15日で切られて、無職になってから12日目になりました。毎日悲惨すぎて、で将来のことを思うともう絶望ですって感じなので、今日はそのことについて話していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。今日2023年6月27日の火曜日、テレビくんがどんな一日を過ごしてたかっていうと、2週間くらい前にケンタッキーのフライドチキンは開店直後に行くと格段でうまいっていうネット記事を見つけて、でそれを確かめるために8時半に起きて、で開店直後にケンタッキーに行きました。でちょうど今ケンタッキーの創業記念パックっていう4ピース890円のお得なセットが売っていたの でそれを頼んで、でお店から300メートルくらい先にある神社と公園が一緒になっているところ で家から持参したやす子さんにいただいたジャックダニエルコーラを飲みながらフライドチキンをいただきました。あの格段かどうかは分かんなかったけど、やっぱりうまかったですね。でお酒も飲みたかったので、店内だとちょっと申し込み禁止みたいな感じになってると思うんで、その Google マップでケンタを持ち帰りして、で食べれる公園みたいなとこないかなって探してここに入ったんだけど、で入ってみたらあのベンチがなかったんですよ。で、あーマジかーって思いながら、あのブランコに座って食べました。で神社の境内にはあの工事のおじさんがいて、でちょっとワーワーやってたんだけど、でまあ自分から公園の方にいる自分からは結構離れてたので、でほぼ無人で一人で公園であの木とか空とかを眺めながら飲み食いしてたんだけど、もう圧倒的な幸福感でした。で梅雨の天気でめっちゃ曇っててジメジメしてたんだけど、もうジャックダニエルコーラを飲みながら見上げた空にもうめちゃくちゃ自由を感じましたね。で10時ちょっと過ぎたぐらいだったんだけど、でつい2週間前までこの時間はもうブラック企業さんで、あ今日も朝礼キモすぎたなとか、もう早く一日終われよって思いながら、もう頭クラクラさせて、でだるい体を引きずって、でなんとか椅子に座って、でちょっと作業やってるふりみたいな感じをしてたんで、でも公園ちょっともう梅雨でジメジメして蒸し暑かったんだけど、もうそんなこと気にならないくらいもう晴れやかな気分でした。でそれで4ピースフライドチキンを完食して、でこの自由に感謝したかったの で神社にお参りして、で、まあ、自由をいただけてありがとうございます。これから YouTube 作業も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたしますって言って、あの挨拶をして公園を後にしました。で次に公園の近くにある雑居ビルの中にあるレンタルオフィスに行きました。でなんでそんなとこ行ったかっていうと、自分が借りてるアパートの入居者特典 で月2回レンタルオフィスが無料で借りれるっていう特典があって、でそれでそこちょっと利用して本でも読もうかなと思って入りました。で入ってみたら超綺麗 でおしゃれなカフェみたいな空間 で従業員さんはもういないってい もう完全無人状態で、でもういるのは利用者さんだけっていう感じ でアプリで入退室を管理するっていう今どきなシステムでしたね。で個室で作業するっていう場合はその追加料金を取られるけど、オープンスペースなら無料ですよっていうことで一石陣取って、で金田一少年の事件簿と乾くるみさんの総林堂古書店へようこそっていう小説を途中まで読みました。でどっちも読みたいなって思ってたんだけど、で本棚にもうしまったままになってた本で、
でこの機会にようやく読めて嬉しかったです。でこのレンタルオフィス、ウォーターサーバーとコーヒーが無料で飲めるっていうことで、もうガブ飲みしてきました。でめちゃめちゃ水美味しかったです。で他の利用者さんは 2,3 人いて、ね、男性がまあ20代から40、50ぐらいの男性がちょっとうろうろしてたりしたんだけど、で自分以外全員個室でこもって作業してて、でオープンスペースは自分一人っていう状況でかなり快適でした。でイヤホンで YouTube にあるローファイヒップホップっていうなんかちょっとチルい感じのジャンルの音楽を聴きながら3時間半ぐらい読書ができました。でこのレンタルオフィスを無料で借りれるよっていうサービスももう使ってみたいなって思ってて、で2月か3月くらいから登録してたんだけど、もうその時働いてたからもう土日しか行けないし、でその土日もアニメ見たりとか YouTube の作業したいしで、もう全然行けなかったんですよ。でも無職になった今こうやって行けて、で本も読めたし、心の中にあったタスクをこなせてすっきりしました。で本も結構読めたし、13時半過ぎにレンタルオフィスを出まして、で近くに家電量販店があったので入って、で無料のマッサージチェアでしっかり30分マッサージを受けました。で最近のマッサージチェア本当いいですよね。パナソニックのリアルプロっていうやつがお気に入りなんですけど、まあ、どこにでも結構家電量販店ならどこにでも置いてあると思うんで、まあ、みんなやってほしいなと思うんだけど、そのもう揉み玉もあったかくなるし、でしっかりと凝ってるところにもうグッとくるので、もうほんと気持ちいいですね。ですごい忙しそうな感じで、もういそいそと横切る店員さんを眺めながら、もう自分は音楽聴きながら寝て、でマッサージのんびり受けてるのもなんか優越感あって良かったし、いや本当もう自由最高って感じでした。でそれでマッサージも終わってお店を出て、次はガストに行きました。で昨日ツイッターでガストのピザとかパスタ、山盛りポテト、これ頼んで800円みたいな感じのツイートがバズってて、で結構なメニューが半額になるっていうクーポンもそこのツイートに載ってて、でこれは行かなきゃなと思って行ってきました。で自分は山盛りポテトとハイボールを頼んだんだけど、でそれをもう昼下がりのひとときをもうのんびりと、まあ、人が少なめのガストで、でのんびりジョイトイさんの動画を聞きながら楽しみました。でこれで400円ってすごいですよね。でそれ食べた後にちょっと一息ついて、でミニパフェもいただいて、で600円ぐらいでした。いやもうパフェもめちゃくちゃうまかったです。でケンタのチキン4ピース食べた後にまたがっつりいっちゃって、もうチートデーやりすぎだろうって感じだったけど、このガストの半額クーポンかなりお得だし、で2万とか3万いいねぐらいあって、でもうみんな駆け込んで早期終了みたいな感じになっても嫌だったので、ちょっと早めに行ってきました。でまた多分明日もガストでピザと明太パスタ食べに行こうと思っています。でそんな感じで今日はもう前からやりたかったことも十分できたし、もういろいろ回れて大満足な一日でした。でもし今も働いてたら、もう今日も一日会社で缶詰 でくだらない上司のくだらない話聞かされて、もうイラついてただけの一日だったろうなって思います。でそれがもうやめた途端こんな楽しいんで、もう本当に自分は労働嫌いなんだなって思いました。でよく会社辞めても家でやることないから困るっていう人いるけど、もう全然気持ちわかんないですね。いやめっちゃやることあるじゃんって思います。今日はもう飲食代にお金使って、で外で移動して楽しんだけど、この12日間ほぼ自分は家にいて、で YouTube 作業して、で溜まっちゃったアニメを見て、でエッティンガーな動画を見てドビュッシーしてたら、もうあっという間に過ぎてしまいました。
でやることないって困ってる人は多分図書館で本を借りるとか、あとアマプラで、あとアマプラとかネットフリー見まくるとか、家の中で一人でできる、あの無料かもう格安でできる趣味っていうのを見つけて、でそれに打ち込んでみたらいいと思います。いや本当もうまだまだ時間足りないし、これからももうどんどんやりたいことをやっていこうと思った動画でした。いやもう仕事辞めた方がもう人生の満足度高まるし、本当週5日9時間拘束労働っていうのはもう自分にとって害悪でしたね。で最後に、皆さんは何日も自由に過ごせたら何をしますか？よければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。